さあ、そして互いの位置取りを変えまして、これより第2クォーターに入ります。今度はトライサーズは画面向かって右から左に攻める格好になりまして、フィールドの位置は自陣35ヤードからの攻撃再開という形になります。トライサーズサーダン7。ナイスです。トライサーズはランプレーによりこの状況を突破を図りましたが、これを見計らって広島57番がチャージしまして、このランプレー約4ヤードのロスに変えました。見事な反応をしましたのは広島57番の手塚、広島大学出身のルーキーです。180センチ100キロの巨漢がここで躍動しました。トライサーズこれによりフォースダウン11の状況に追い込まれます。フォーメーション変えましてパントフォーメーションを取りました。陣地挽回を図ります。このパントコントロールよく広島陣30ヤードの位置に返しまして、この位置での攻守交代となります。雨の影響からかパントが大きな高い弾道を蹴れないと判断し、パンターあえて低くリターンができない弾道としました。非常に賢明な判断により陣地を大きく返すことに成功しました。トライサーズパンターは13番の中塚、森宮医療大学出身のアメリカンフットボール未経験選手がここで活躍をしています。しかしこれにより攻守変わりまして、広島自陣31ヤードからファーストダウン10の状況に入ります。さあ、ここでトラブルがありましたが、しかしなんとか広島自ら抑えています。ハンドオフもミスがありましてボールのファンブルが生じましたが、結果的に自分たちを抑えていますが約3ヤードロスという形になっています。広島自陣29ヤードからセカンドダウン13。パス不成功。ここでクォーターバック18番外に振るようにヒッチパスを投じましたが、しかしこれはレシーバーの方が相手ディフェンスに狙われていたこともありまして、そのパスを失敗としました。攻撃権一つ失いまして広島サードダウンの状況に変わります。広島自陣28ヤードからサードダウン13。パス不成功。ここでクォーターバック18番は再び左サイドライン際に走ったワイドレシーバー1番に対してのターゲットのパスでしたが、これもディフェンスカバーあると判断しパスを投げ捨てました。結果的にフォースダウンと変わります。広島フォースダウンでパントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣28ヤード。さあ、ここでトラブル発生。このボール果たしてどちらが抑えたでしょうか。広島が確保しました。広島攻撃権継続です。パントのボールは一旦相手のリターンチームが触れた場合どちらが抑えても構いません。先ほどこのリターンの際にトライサーズボールをファンブルしました。
それを抑えた広島の攻撃となります。広島ファーストダウン継続という形になりました。キックによりさらに陣地大きく前進する形となりまして、相手陣42ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで広島はプレーアクションパスを選択しました。ランニングバックに一旦持たすと見せかけ、そこからパスプレー。ワイドルシー1番がターゲットでしたが、これを1番キャッチできませんでした。パス不成功となりセカンドダウンに変わります。広島相手陣42ヤードからセカンドダウン10。さあ今度はランプレーによる突破を図りました。キャリア20番の総力にかけましたが、これをトライスターズ陣佐藤、ディフェンスは56番がタックルし、このランプレー3ヤードの原因でとどめています。タックルしましたのはトライスターズ56番の岡島でした。関西大学出身、エイジ48、48歳のプレイヤーがここで活躍しています。広島サードダウン7、攻撃権更新、残り必要距離7ヤードを突破できるでしょうか。パス不成功。ここでクォーターバック右に流れながらワイドレシーバーに対してパスを投じましたが、しかし81枚のパスわずかにショートしていました。パス不成功となりフォースダウンに変わります。広島フォースダウン7、プレーを選択します。ギャンブル、4回目の攻撃をギャンブルと称します。このプレーによって7ヤード前進しないと攻守交代となる、そのプレーを敢行しようとしましたが、ここでホイッスル。タイムアウト、チームタイムアウト、トライスターズ。ここでトライスターズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。この状況で広島がフォースダウンギャンブルを仕掛けてくると判断していなかったトライスターズ、ここで一旦ディフェンス作戦タイムとしてタイムアウトを取りました。同時にタイムアウトは、これはオフェンスチームの作戦を練り直す時間ともなります。このタイムアウトにより広島もどのような選択をするでしょうか。タイムアウト解けまして試合再開となります。ボールオンは広島相手陣39ヤードの位置での広島フォースダウン7。ギャンブルを敢行します。7ヤードの獲得をこのワンプレーにかけます。さあファンブルはあったが、果たしてその判定どうなりましたでしょうか。広島自ら抑えて、広島抑えております。見事ギャンブル成功、攻撃権更新です。広島ファースター、ラニバック39番、ハンドオフを受けて右オープンを疾走、ファンブルはしましたが見事攻撃権更新といたしました。広島ファースター。ラニバック39番は竹之内、関西大学出身。広島ファーストダウン10の状況に入ります。
さあ中央でのランプレー、しかしこれはトライスターズナイスディフェンス。一気に中央突破しようとしましたが、これをトライスターズ63番が対応しまして、このランプレー1ヤードのゲインにとどめています。トライスターズ63番は清原、愛知学院大学出身のルーキーです。失礼、ゲイン2ヤードに訂正いたします。広島セカンドダウン8、ボールオン相手陣25ヤードの位置にあります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード、そしてエンドゾーンまでは25ヤードの位置にあります。さあ今度はパス不成功。ここで広島鮮やかなフェイクパスを投じました。私もカメラを振られまして、ランプレーだと思いましたが、これはパスプレーです。しかしこれをトライスターズ見事にディフェンスカバーし、パス不成功としました。ナイスディフェンス。広島相手陣25ヤードからサーダウン8の状況に入ります。さあここでトラブル発生、クォーターバック自ら中央突破をする形に切り替えましたが、しかしプレーが乱れたため、ゲインはほとんどありません。タイムアウト、チームタイムアウト、広島ホーム。ここで広島が前半1回目のタイムアウトを取ります。タイムアウトです。レフリータイムアウト、ショータイムアウト。果敢なとプレーによりまして、トライスターズの53番が負傷していますが、それをチームメイトが称えております。今からもう一度広島ホークのタイムアウトを結構します。さあタイムアウトが間もなく解けます。広島フォースダウン8で試合再開となります。広島はこの4回目の攻撃、どのような戦術を選択するでしょうか。広島フォースダウン8。フォーメーション変えます。フィールドゴールトライ。キックによる3点を狙います。キックレングス40ヤードのフィールドゴール、決まるでしょうか。キックバーに当たりまして不成功。フィールドゴール失敗です。これにより無得点で攻守交代となります。広島先制機を逃しました。しかしこの距離を決められるキッキング能力を披露する形になりました。広島素晴らしい攻防でした。結果的にトライスターズこの攻撃をしのぎまして、攻撃権を得る形になります。
自陣25ヤードの位置からトライスターズの攻撃に変わります。トライスターズ自陣25ヤードからファーストダウン10。クォーターバック19番ハンドオフェから自らキープをしようとしましたが、これを察知した広島54番のタックルによりこのランプレー約3ヤードのロスに変わっています。広島54番は大江、島根大学出身チームキャプテンです。中四国学生の出身選手も広島ホークス活躍しております。トライスターズセカンドダウン13。さあ今度は中央へのランプレー、ハンドオフから中央突破を果敢に敢行しました21番。しかしこれを広島19番がタックルしましてゲイン3ヤードに留めています。キャリアとなりましたトライスターズ21番は木田、三田小生高校出身、タックルしました広島ホークス19番は AJ コイコイ、フランクリン&マーシャル大学出身のプレイヤーです。本場アメリカの選手がここで活躍しています。トライスターズサーダウン10。ここでクォーターバック19番オプションプレー、自ら持つかランニングバックに託すかの選択プレーで自らキープを選択しましたが、これを広島19番が対応しましてノーゲイン、フォースダウンに追い込みました。素晴らしい対応でこのランプレーを封殺したのは広島ホークスの19番 AJ コイコイ、フランクリン&マーシャル大学出身のプレイヤーです。そして広島大学のディフェンスティブコーディネーターも兼任しております。トライスターズフォースダウン10の状況となりパントフォーメーションを選択します。このパントはしかし陣地挽回を図るには至れず自陣脱せず、トライスターズ陣40ヤード付近でアウトオブバーンズとなりました。この位置での攻守交代となります。ボールの位置はトライスターズ陣36ヤードの位置となっています。広島相手陣36ヤードの位置からのファーストダウン点となります。この機会生かしていけるでしょうか。さあ抜けた、ナイス、ファースター何枠20番ハンドオフから左オフタックルを疾走、ディフェンスの隙間を縫うように一気に前進しまして攻撃権更新です。広島ファースター、レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト、これ負傷者発生しましてレフリータイムアウトが入ります。素晴らしいランで攻撃権更新果たしましたのは広島ホークスの20番の玉山、京都教育大学出身のプレイヤーです。
さあ負傷者の対応終わりまして、まもなく試合再開となります。試合再開です。広島相手陣15ヤードに攻め入りまして、ファーストダウン点となります。前半残り時間まもなく2分を切ります。この時間内に得点を上げないとこのポジショニングリセットになりますが、さあ実らせることできるでしょうか。さあ抜けるか、どうだ、タッチダウン。ここで広島オプションプレーでランニングバック21番にピッチ。21番これを取って右オープン縦に切り上がりまして、そのままエンドゾーンにねじ込んでタッチダウン。広島先制となるタッチダウンを上げることに成功しました。素晴らしいラウンドでタッチダウンを決めたのは広島ホークス21番の岩田、立教大学出身。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーションを取りました。このキックは失敗、6点止まり。広島ホークス6点、トライスターズ0点です。しかし広島ホークス見事タッチダウンで先制を挙げるに至りました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもう1プレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンにボールを持ち込むと2点さらに加点となります。これと自殺点のセーフティー2点のケースを加えますと、アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点となり、この足し算により構成されます。結果的に引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げたトライ、広島ホークスのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。このキックオフはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました。キックオフのボールがエンドゾーンに入るのをタッチバックと言います。キックオフのタッチバックの場合には攻撃権は相手側に移り、この場合はトライスターズ自陣25ヤードからの攻撃という形に変わります。先制を許したトライスターズですが、残り時間で反撃をとなる得点を上げることができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードからトライスターズファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。審判団によりフィールドに黄色いウエスが投げ込まれますと、これは反則発生を意味します。この反則いずれのチームにあったか、まもなく審判からコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタートを切りませんでした。オフェンスチームはボールが動く前1秒間静止が求められます。特定の選手以外は動けません。この反則によりまして5ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しとなります。従いましてトライスターズ自陣20ヤードに下がりましてのファーストダウン15となります。さあナイスランが出ました。トライスターズファースター、ランニングバック21番、ハンドオフを受けて右オープンにランプレー。相手ディフェンスの隙間を縫うように大きく前進し、失礼しました、攻撃権行使には至っていませんが、しかし14ヤードのゲインとしています。ランニングバック21番は木田、三田翔成高校出身のプレーヤーです。トライスターズセカンドダウン残り1ヤード。ボールオン自陣34ヤードの位置にあります。さあ再び中央へのランプレー。トライスターズファースター。先ほど見事なラン決めた21番
ここでもう一度ボールを託されまして攻撃権更新としました。トライサーズファーストダウンです。地上戦においてトライサーズ21番の木田が躍動しています。トライサーズ自陣37ヤードからファーストダウン10。さあ、さらに木田に託しました。オプションプレーのピッチを託し、右奥へのランプへ。見事攻撃権更新です。トライサーズファースター。これによりボールをハーフウェイ付近まで戻しました。しかし前半残り時間まもなく試合前半を終了しようとしていますが、ここで負傷者が発生したためタイムアウト、レフリータイムアウトが入っています。この残り時間内に得点を上げないと現在のポジショニングは全てリセットとなります。トライサーズ、この残り時間15秒で得点を上げることできるでしょうか。さあ、試合再開となります。時計回りました。トライサーズ自陣49ヤードからファーストダウン10。トライサーズプレーをあえてせず、そのまま前半終了という選択をしました。ここで前半終了となります。前半終了となりまして、広島ホークス6点、トライサーズ0点。広島ホークスがワンタッチダウンリードを上げる形で前半戦を終えました。しかしトライフォーポイントを結果的に失敗している形で、その差6点、タッチダウンを相手が上げトライフォーポイントを決めますと逆転となる、その状況、果たしてこの勝敗においてどういう影響を及ぼしてくるでしょうか。